全国の小中学校での不登校の子どもがおよそ35万人に上り過去最多となったことが文部科学省の調査で分かりました文科省は毎年全国の小中高校と特別支援学校を対象に不登校やいじめの状況などを調査していて31日に昨年度の結果を公表しましたそれによりますと 不登校の状態にある全国の小中学生は前の年度からおよそ4万7千人増えて34万6千482人となりました。これで11年連続での増加になり過去最多となっています。高校でもおよそ8千人増えていて過去最多の6万8千770人です。文科省は増加の要因として 不登校に対する理解が広がったことで無理に学校に行かせなくてもいいと考える保護者が増えたことなどを挙げています一方、小中高校などでのいじめの認知件数は73万2568件で過去最多になりました不登校や自殺につながる深刻ないじめに該当する重大事態も過去最多となる1306件で このうち4割ほどは重大事態として把握するまで学校側がいじめとして認知していない状況だったということです。